関連するんですけども、日本、この日本国大屋島、この大屋島には2つの民族が住んでます。2つの民族が住んでます。このことを分かってください。一つは天皇皇族です。一つは我々は臣民です。全く民族違うんです。人間と猿の違いです。まあ、例えて言えばユダヤ人が自分らだけが人間で、あとはゴイムだと同じことです。日本には2つの民族が住んでます。一つは天皇皇族、一つは臣民。皇族と臣民と猿と人間との結婚できません。これで終わりなんです。はい、これ以外ないんです。で、日本の決まり、憲法、日本国憲法、日本の根本法、憲法、日本国憲法であれば別としてね、日本の根本法は1個しかないんです。何でしょう。1個しかないんですよ。天上無休の進捗です。これ以外に日本の法律はありません。あとは何もいらないんです。だから日本国憲法と称するものは場合によっては無視したらいいんです。 現に陛下は無視されました。こういう継承にあたって、あれは憲法違反って言った人間がおるね。それはね、学者ですよ。それはある意味では憲法違反です。だけど陛下は無視されました。陛下のお考えが正しいんです。私は水島さんのなんかチャンネルに出たことあって、その時にそのことを言いました。憲法違反ですよ、だからいいんですよ。憲法を守っちゃいけないときは守っちゃいけないんです。あれはね、日本国憲法なんてあれはね、人が作ったもんですから。でもね、まあいいじゃないですかっていつも陛下おっしゃる。憲法を守ってと同じこと言ったらいいんです。私たちも憲法を守って、憲法を守って、その食われた地獄みたいに言うとかいいんですよ。それでいいんですよ。それは全く必要ないんです。日本国憲法いりません。日本国の法律だけでいい。日本にはちゃんとした法律がきちっとあります。ありますから、何も憲法なんかいらんんです。日本、憲法を持っていない国はいっぱいありますよ。私今言ってるのは成文憲法って書いてあるものね。書いてあるものを成文憲法、その憲法は別になくていいんです。ちゃんと書いてない本当の憲法ある。それは天上無休の進捗、豊橋原氏保明の瑞穂の国は、これ日本国の正式名称ですよ。豊橋原氏保明の瑞穂の国は、これ阿波海の子が君たるべき国なり。これいい。でもそれでいらんです。これ阿波海、私の天照大神、私が、阿波海の子、私の子孫、海の子子孫です。阿波海の子、私の子孫が王となる国です。君っていうのは王って言うんですよ。王となる国です。今しすめ天皇に向かって、あなたね、私の子孫よ、天皇よ、言って知らせなさい、言って知らせなさいと納めなさいというような意味ですけどね。知らすっていうのと納めるっていうのと意味がちょっと違うんですけどね。知らすっていうのは要するに知るってことですね。何もかも知る。知らないと祈れないんです。知って初めて祈れるんです。この人はこんなことで非常にもう悩んで困ってるっていうと、知って初めてそれを祈れるんです。祈る人ですからね、陛下は神主の親分ですからね。日本国民一人一人の幸せをもう日夜祈っておられる立場ですからね。で、私たちは天皇が、神主がそこで祝詞をあげられるその後ろで、こうやってね、はべって一緒にお祈りしていただくという立場ですからね。
だからその君あ 私の子孫よ、阿賀海の子よ、生きて知らせ、先くませ、行って納めなさい、そして幸せになりなさい。ん、先くませ、天津ひつぎの栄えますこと、つまり天津みな全部栄えますよ、栄えますこと、これ栄えますこと、極まりなかるべし永久に栄えます。これが日本の根本法です。日本に憲法はいりません。これがあったらいいんです。だって王が決まればもう王の言う通りすればいいことだけのことですから。で、王もボンクラボンボンの王じゃありませんよ、ね、神に一番近い王ですよ。だから天皇は世界の王ですよ。天皇は世界の王なんですよ。だから天皇はそれこそ太古の昔は雨の浮き船に乗って世界中を行幸しておられたんですよ。世界中を行幸しておられて、でそのうちなんかよからぬ、今でもおるじゃないですか、あのよからぬやつが妖怪ねえ、あのそういう連中が世界中にはびこって、で世界はおかしくなってきたんです。だからもまた天皇の知らす地球にしなきゃいけない、本当はね。それを、まあ、願って私たちは、日頃、まあ生活をしたらいいんだと思います。要はこの国には2つの民族がいます。一つは天皇皇族、一つは臣民。片方が人間で片方が猿と思うたらいいじゃないですか。私たちは猿と思ったらいいじゃないですか。それでね、できるだけ天皇の真似をしてね、人間になりたいと思えばいいじゃないですか。だからあの三が日でもね、めでたいめでたいと言っときゃいいんですよ。めでたいめでたいって言ったら本当に、まあ、めでたくなるからということでね、陛下の天皇皇族のね人事問題にね介入なんておこがましいじゃないですか。だどれがいいのあれがいいの、選挙じゃないんだから、ね、なんか投票してるわけじゃないですからね、うん、あれがいいとかこれがいいとかね、こうすべきだああすべきだでね、私それはまあ人間ですからそんな思いもすることもあります、ありますけども、その都度それはおかしい。人のね、王家のなんかこう、まあ、人事っていうかね、そういうものになんで介入する資格があるのかと、さらだよと人間様のね家の中のことね、なんで猿が言えるんですかと、まあそういうふうに思えばね、なんか分かりやすいでしょ。別にあの猿だからってね、あのバカにするんじゃなくてね、そう思うとね分かりやすいんですよ。すみませんついでにいらんこと言っちゃった。その後のあの昭和天皇の、まあ、生きさ、その後の終戦勝講和条約後ですね、日本国はどんな道をたどったかというと、日本を憎む連中が生まれたんです。これはまさに奥の院が作ったものです。先般を、あの先般じゃない、あの何、左翼で政治犯の皆釈放したでしょ、政府釈放した、それから何、あの公職追放でね、まともなものを全部排除してね、そして怪しげなものばっかりそこへ据えた。で怪しげなものがですね、反日運動を始めたんです。で日本国に、害をなすものを白紙喝采したんです。そういう歴史です。だからもうその最たるものが姫百合の塔の事件です。ありますよね、これ犯人はどっかの町の 町会議員してるんですよ。その後3期ぐらい、本来であればね不敬罪で処刑ですよ。だから不敬罪がなくなったことっていう、この不敬罪がなくなったこと自体が国体が毀損したってことです。自分の王をですね、どこの国も王国、国には世界中の国には2種類あります。共和国と君主国と。共和国と君主国と2通りあるんです。で、君主国では
その君主を貶めたら罪になるということは当たり前。日本だけがそれをしてないからこんなややこしいことが起きるんです。こんなのね、これ戦前だったらもう即処刑、不敬罪ですからね。不敬罪をなくしたこと自体がね、日本の国は毀損されたんです。もう腹が立ってねついで言いますけども、田中秀道先生という偉い先生が思うんです。右系のね、何かの表紙にね、奥の院は世界中の君主国王を潰して最後に残った日本の王天皇を潰そうとしてるんだと言ったら、それは君主よ、天皇を救ったのはユダヤ人だと。そうですか、この人と話してもしょうがないなと思いました。いや、私は田中秀道尊敬してますしね、月に1回勉強会に、でもそういうところとは違う。それは許せない、それは許せない。ユダヤ人は日本の国を、奥の院は日本の天皇を潰そうとしてます。だから小室圭をなんかこしらえたじゃないですか。あんなものね、いくら愛し、その同じ学校だと言ってもね、こんな恋愛関係なんかなりますか。誰かお膳立てしたんでしょう、悪か。そうするしか考えられないです。でそれが証拠に、彼はね、いつもね、まあ、絵、つまり画像、まあ、写真、印刷物でも、あるいはテレビとかそういうものでも、出てくる時は全部いい顔してるでしょ。人間ってね、同じ人でもね、機嫌の悪い時はね、悪い顔になりますよ。当たり前、悪いっていうかね、あんまり楽しくない顔になります。もう、ルンルンの時はね、いい顔になるんですよ。で、そのルンルンの時、いい顔しか出さないんです、メディアは。ね、そう思いません？いい顔でしょう。絶対ね、悪い顔もあるはずなんです。それは載せない。メディアはね、そういう操作はね、極めて巧妙ですよ。こいつを貶めようという人物はね、悪い顔ばっかり出すんですよ。で、ほんとね、だから安倍総理元ね、安倍総理なんかね、よっぽど、まあなんていうかね、いいんでしょうね。なかなか悪い顔出そうとするけど、あんまり悪い顔が出てこないんですね。うん、いや、大したもんだと思いますよ。やっぱりね、まあ毛並みがいいか、心がけがいいっていうか、欲得がね、そんなに、まあないわけですよ。で、なんとか、なんとかしたいと思っておられるに違いない。私はそう思います。まあ、それましたけども。ということで、奥の院は日本の天皇を潰そうとしてるんですよ。もしそうでなかったら、幸い幸い、桑原桑原なんです。だけど、我が国民としてはですね、守るために、法統を守るために、この、あれですよ、この講座のね、法統を守るためには、彼らを常に意識して、なんか企んでるなと思いながら、あいつらを見とかんといかんのですよ。それが大事だってことをね、訴えたいと思って、このアホなことを話しました。戻ります。ですから、申し訳ない。戦後、独立後は、常に、日本を貶める敵対する勢力を持ち上げて、そしていろんな事件を起こさせて起こしたそいつを礼賛して、で被害者を大体少年悪いんだよとかで貶めるとね。ちょっと話違いますけども、この事件では虎ノ門事件と比較していたのが一番バカです。虎ノ門事件は昭和天皇が皇太子として、なられ皇太子から摂政の宮になられて間もなく起きた大逆事件ですね。で即、死刑になりましたよ。
同じ事件ですよ。これも皇太子が攻撃を受けて沖縄でね2回起きたんですよ。1回はね車で通られるところ 上からねなんか落としたんですよ。で2回目がこの姫入りの塔で落としたんですよ。もう業が言うなら即処刑ですよ。不敬罪ですからね。それから次にじゃあ何か、はい、じゃあこの前に一つ、昭和27年にですね、昭和27年、そこには書かなかったかな、書いたかな、昭和27年7月、12日、何月とかかったかな、1月12日に、27年1月の12日やな、12日だけ書いてある。1月、ハンガリーという国があります。東欧ですね。ハンガリーの、ね、ブダペストという人ですね。ブダペストである会議を行いました。ラビを集めて、ラビに、まあ、だからその何百人ってラビですよ、集めてラビの親分が演説をしたんです。どういう演説をしたかというと、皆さん、もう世界支配クブクリン成功しました。あと一歩です、あと一歩です、期待ください、あと一歩、あと一歩、何をしなきゃいけないか、まあ、あと一歩ですと言ったところで大拍手になったんです。もうほぼ世界支配が完了しました。で大拍手。もうちょっと残ったのはこれからやらないといかん。何をやらないといかんかというと、第3次世界大戦をこれからする。昭和27年の話ですよ。最後に残った仕事、これから第3次世界大戦を、これで世界支配が完了すると演説をしたんです。でその演説の内容をある人がね暴露した。でその演説内容は各国に配布されたはずですよ。でその後何が起きたかというと、ケネディ大統領の時にキューバ危機が起きたんです。キューバ危機でケネディはそれを察知したんです。だからキューバ危機では彼はあんな行動を取ったんです。フルシチョフはすごすごと、まあ、引き下がりましたよね。どういう事件かというと、キューバにミサイル基地を作ってたんです、アメリカ攻撃のための。もちろんそのミサイルには核搭載ですよ。だからアメリカ本土を攻撃できる体制を着々とやってたわけです。最後の段階で核兵器を持ち込む軍艦がキューバに近づいたんです。で、まあ、情報部からそういうあれを察知したんでしょう。ケネディはフルシチョフにダイレクトに電話で撤退しろと、撤退しなかったら攻撃するって。そしたらフルシチョフはもうすごすごと帰りました、返しました、その軍艦を。あれがもう少し遅れたらもうキューバに陸揚げして、そしてミサイル基地をできて核攻撃できる体制が取ったらもう世界戦争になりますからね。それを言ってるわけだから、ケネディがこれはこの計画は止めたんですよ。ケネディが暗殺された理由はいくつかあります。これも大きな一つです。もう一つは何ですか。いつも申し上げてますね。もう一つは何ですか。通貨、ね、国の合衆国の国の通貨を作ろうとした。 FRB はもうまあやめにしようとした。アメリカでは必ず自分のところの国の通貨を作ろうとした人は暗殺されます。リンカーンがそうですね。リンカーン、それからケネディ、それからその後レーガン。レーガン未遂に終わりましたけど、レーガン
だからこの出来事は、このラビ会議はどこの本にも出てません。でもこれはあったことは事実なんです。これはね、大きな出来事で、それでちょっと今話しました。あとはもっといっぱい。27年に朝鮮が李承晩ラインっていうのを引きましたね。これはやっぱり日本にとっては非常に悲しい出来事。もちろんけしからんですよ。李承晩けしからん。だけど私たちこの奥の院絡みで歴史を勉強する人にとっては、なぜ李承晩がそんなことをするのか、なぜするのか。それは確かにね、なんかそんなことすると英雄になるかな、向こうではね。だけど奥の院からね、褒められるんですよ、そういうことすると。だから李承晩はね、点数稼いだわけです。奥の院の点数稼いだといううがった見方をすることがね、この奥の院の勉強なんです。あれ、李承晩攻めてみてもしょうがないです。もういや、だからこの背景はないかなというふうにいつも考える癖をつけていただくといいんじゃないかと思います。李承晩ってね、いっぱいあるんですけどね。27年のサンフランシスコ講和条約が発効したその直後ですね、その後、血の命令事件というのがあったんですけどね、命令の時に申し上げたことがあるんですけども、公共前にね、隊が10万人とか、なんかでそこで上りを立ててね、神はたらふく食っている、何時神民無理しね、当然その時はまだ不敬罪があったんです。まだ不敬罪もありましたからね。当然逮捕されて留置されて、その時に陛下がねこうおっしゃった。まああれもね、臣民の一人じゃないかと、まあいいじゃないかとおっしゃった。この陛下の感覚ね、臣民、日本国民のことを臣民とおっしゃった。あれも臣民の一人じゃないかと。これはよその国の君主国でありえますかということです。これはね、非常に大事なことで、それから死の命、それからその直後に、今天皇皇后両陛下が初めて明治神宮に参拝されました。もちろん戦後ですよ。戦後、その前は明治神宮に参拝されました。やはりこれはやっぱり昭和天皇は明治天皇に一番なんていうか、こう明治天皇を尊敬し、明治天皇を思いながら、まあ国政っていうか国を知らしておられたんです。明治、それまでは参拝が許されなかったってことですよ。そういう意味ですよ。許されなかった。で、許され、この、独立回復したことでしょう。で、そこまでは干渉できなくなったという環境あったんでしょう。だから、参拝された。だから明治天皇が戦後初めて、昭和天皇が初めて明治神宮に参拝されたということは、極めて大きな出来事なんですね。それからアメリカはアイゼンハワーの時代になります。それからその前に公職追放が廃止になります。このやっぱり独立回復してから日本の独立っていうか出来事がいろいろ、一つは占領時代の法律が廃止になって、そして占領時代に禁じられたことができるようになった、そういう過程をずっとたどります。そのうちの一つが公職追放を、が終わったってことでね。公職追放っていうのはもう進駐軍が都合の悪いやつを引っ張ってきて牢屋入れたってことでしょ。それはもうしませんよってことになったんでね。そういうことです。
まあ、今の上皇陛下が皇太子になられる。で、これがですね、昭和天皇がずっと全国を行幸されました。これ進駐軍がね、を許したんですよ、行幸をね。なぜ許したかというと、ああまあ陛下が全国行幸されれば、まあ、そこら辺でなぶり殺されて終わるだろうと、なぶり殺されて終わるだろうというふうに踏んだわけですね。どこの国でも敗戦、国大きな戦争で負けたら、その独裁者はもうなぶり殺しになるんです。ムッソリーニがそうでしょ。だからそれを想定して、まあそうなったらまあいいじゃないかと、こう進駐軍は思ったんでしょう、 GHQ は思ったんでしょう。だけど全く違ってね、大歓迎を受けてね、名パチクリなわけですよ。なんじゃこれと、どななってんだということだったんですよ。でずっと行幸はもう続いた、3年ぐらいされましたでしょ、3年か4年かね。それでね、まあ GHQ はちょっと戸惑ったでしょうね。それはそれでいいんですけどね、当たり前だと、あんたら日本のこと知らんねやということですよね。そのうち奥の院は着々と、核開発を進めました。先ほど申し上げました、核開発を進めるということは核廃絶なんてとんでもない、思ってもいないということです。でその結果が水爆を開発しね、水爆実験をやって、それで日本の漁船が、被害を受けて、あの頃ね、大なんとか福竜丸、そういうことがありました。それからその当時ちょうど昭和28年に、イギリスのエリザベス2世の戴冠式がありまして、それに皇太子、今の上皇陛下皇太子の時代に、それに参列されました。ということはだんだん国際社会が日本を入れないと困る状況になってきた。日本は出しゃばりじゃないですから、出席させてくださいなんてこれっぽっちも言うことはありませんよ。日本はどうぞぜひご出席くださいと頼まれて出席してるんですよ。たくさんあるんですけど、いっぱい申し上げたいんですけども、昭和30年にですね、バートランド・ラッセルという人が核戦争の危機を訴えています。バートランド・ラッセルが、これは著名な物書きですけどね、彼が奥の院の中でどういう立ち位置なのかが分かりません、分かりませんけども、彼が核戦争の危機を訴えたということは奥院の院にとっては非常に都合の悪いことを言ったと。いや、例えばね、そんなことに私が言っても何ともないんです。バートランド・ラッセルが言うとですね、困るんですね。そんなことがありまして、もう着々と核開発をする、高度な開発ものを開発するって同時に世界中にそれを散らばらせる。今ではもうそうですね、インド、パキスタン持ってますよね。で、まあ下手したらそこら辺のね、ヨタモノですね、ヨタモノも持つかもしれません。それは全て奥の院の了解があれば持てるんです。ここが大事なんです。核開発をするというふうに、例えばインドなり、まあ、中共なんかもっと前ですけども、ソ連なりが、それは奥の院が許すからできるんです。奥の院の了解なかったら絶対できません。あらゆるウランは全て奥の院が握ってますから。だから奥の院の了解なかったらウランの1グラムも買えません。それから北朝鮮みたいにウランが出るところでもね、濃縮技術がないんです。濃縮できません。濃縮しようと思ったら技術を、
技術をもらったら 誰のとこ行くかというと、結局奥の院のとこに、あのなんとかジオチントリンクって会社があるんですけど、そのジオチントリンクが全てのウランを握ってます。そこを通さないと1グラムも買えませんということはですね、全て彼らが握っている。ごまかされてはいけない。パキスタンがやれ実験したとかですね、いろいろ言って、あれけしからんなんて言ってもね、何言ってけしからん、僕なんか許してるからできたんじゃないかって。で北だって許したんですよ。何のために許したんですか。日本のためですよ。分かってるだろうな、日本に対してね、日本に対して、これが、お前分かってるんだろうな、下手したらあっちから飛んでくるよって。こういうね、加藤浩一っていたじゃないですか、官房長官、ね、加藤浩一がねテレビで言ってたやつ、いやいや50万トンの米を送るってね、50万トンの米を送る、それって反対が多かった。いやいや反対する人に対して、ね、だけどそのここはある程度ね、あの譲歩しないとまた変なもの飛んでくるし、来るでしょってから言ったんですよ。明らかなんですよね。ありました。要は日本の国を混乱させる、ことをずっと訓練がしてきました。意外と気がつかないことがあるんですけども、土陵校をですね、昭和34年に完全にメートル法、いや土陵校を向こうに合わせました。それまではどっちでも使ってもいい、メートル法、あの借款法で、メートル法公式には使います。でこの時に借款法は使ってはいけないんだと、メートル法だけとなりました。これ意外とね大きい問題なんですよ。それじゃあ国際的な基準ですかって違います。国際基準じゃありません。今でもメートル法を使ってない国はいっぱいあります。穀物はブッシェルでね、それからヤードとかね、もうだから国際基準ですよっていうのはあれは嘘です。要するに日本に一つの基準を守らせるということなんですよね。昭和33年に、BC 級戦犯が、釈放されて出ました。これが最後の日本の戦犯の釈放ですね。だから戦犯として拉致された人たちの釈放、これもこの時期に終わります。いろんな戦争中 GHQ なんか抑えたことをだんだん外していって、でだんだん外していって、もちろん米軍駐留は外せませんよ。これはだから肝心なことは彼らはあの守なんていうかそのままにして、どうでもいいことというか、でも大したことのないことはどんどん外していって、日本国民に独立っていうね気分だけ味わわせてる。昭和37年、先ほど申し上げましたこの、アメリカのケネディが出てきて、キューバとの取引を停止する。これはだからキューバ危機にその後つながるんですね。それから大事なことはで、中華人民共和国が昭和29年に建国されました。昭和29年昭和24年に建国されました。それでこの昭和24年に建国された、中華人民共和国をどこがどういうふうに承認していったか、これが興味深いんです。イスラエルと、24年にですね、建国1948年にイスラエルは建国されました。その翌年中華人民共和国が建国
成立しました。そしてその翌年1950年にイスラエルは中華人民共和国を承認しました。ということは中華人民共和国は奥の院の作った国です。このことをね、了解しておかないと何もわからなくなります。蒋介石を追い出して毛沢東を入れたと。なぜでしょう。どうして蒋介石と毛沢東とは、まあ奥の院はね、蒋介石をクビにして毛沢東を、まあ、入れたと。どうしてでしょうか。理由はたった一つです。毛沢東の方が無慈悲、平気で人殺しをする。蒋介石も大概ですよ、大概ですよ。なんでどれだけ日本人が殺されたかね。でも非じゃないわけですよ、毛沢東に行く。毛沢東はもうそれは、うん、本当にもう虫けらのように人間を殺す、平気で殺す。お、これの方が使い勝手いいじゃないか、こうなったわけです。それで毛沢東を選んだんです。で毛沢東を選んで中華人民共和国を建国させた。ということはどうでしょうか。今米中戦争、あれ本当ですか、疑う、だからまあまあ本気なところもあるでしょう。それはトランプ率いる米軍が本気、アメリカに救ってる奥の院は本気じゃない、ごまかそうとしてる。だから世界が、つまり奥の院が本気で中華人民共和国を叩こうと思ったら簡単なんです。2つのことをしたらいいんです。ドルを決済させない、もう一つは油を売らない。油は全てもう1グラムも奥の院の反対があったら売れませんよ。1グラムでちょっと 1バレルも売れませんよ。だってその被害日本はあったじゃないですか。日本が石油を売ってもらえなくて暴発したんでしょ。同じことを今の中華人民共和国にしたら暴発するか潰れるかどっちかですよ。で暴発させるのは簡単じゃないですか。あれそれしたらね、まあ台湾にミサイル撃ち込むかなんか始めるでしょう。あるいは日本の沖縄に、日本の沖縄の米軍基地を叩くとかなんかするでしょう。それは分かりきっていることなのにそれをしない。だから八百長でしょう。中華人民共和国とアメリカとの戦争は八百長。本当に本気でやってるように見せかけるのが上手、八百長。私はそう見てます。だから本気にしちゃいけない。尖閣列島は、ね、それに比べれば見えないですよ。台湾どうするかと。でおかしいな、それをその割にはね、フランスもドイツもイギリスもみんな艦隊をこっちへ今よこしてるんですよね。空母大本気じゃないのかなって。もうそこがね、なんかトリックなんですね。何をしようとしてるのかわからんのですね。まあなんか暴発させてちょっと急せようかっていうのか、この習近平をクビにして誰かもっとその毛沢東みたいな、もっと人殺しの大好きな連中、人間をそこに据えようとしているのか、まあ、これぐらいのことを考えていいんじゃないですかね。本気でやるとは思いません。それはやるかもしれないけども、それをやるとしたら奥の院の方針が変わったということです。本当に中共を潰そうというふうに思ったということですね。わかりませんね、多分それはないと思うんですけどね。だって石油止めたら終わりですからね。それでイスラエルが承認しました、それからイギリスが承認しました。イスラエルとイギリスが早々に承認したということは奥の院じゃないですか、ね、え
そこを順番見たら分かるんですよね。それから25年ちょっと遡りますけれども、中華人民共和国承認の ことに、の時期にちょっと出来事がありました。宗教法人法を公布しました。宗教法人法公布というのは、ね、25年のことです。昭和25年のこと。これはまあ日本の天皇つぶしです。神道を一宗教にしちゃったんです。あれは宗教じゃありません。いつも言うんですけども、宗教の定義というのは教祖がいて教典があって、それから戒律が、この3点セットがないのを宗教とは言わない。日本には何もないです。開祖はいません。別に神武天皇が開祖ではありません。経典があるわけでもないです。神社にはただ祝詞があるだけ。祝詞はまだこう形式が書かれてる。そこへ勝手に神主が宮司がその時に応じて願いの内容を書くだけですからね。これは経典じゃないですよ。で、開祖はいませんよ。天照大御神の開祖というわけじゃないですよ。だから宗教ではないんですけど、まあ、でも彼ら宗教としてそこら辺のトンツクトントンいうちっちゃな宗教と一緒にしちゃった。一緒にしちゃった。それで政教分離ってね、何回言うとすぐ、あ、これ政治、なんかお前これはお賽銭あげた、これは公的なもんですか、私的なもんですかと必ずマスコミ聞きますね。あんな習慣を作ってしまった。だから幹だけが悪いんですけどね。それから逆にレッドパージというのはこの辺から起きてきて、つまりあまりにも左翼を優遇しすぎたから、横暴が過ぎてちょっと行き過ぎやないかということで、まあその左翼を抑えたと。そうこうしているうちに朝鮮戦争が始まった。で、朝鮮戦争はアチソンという国務長官がやれと指令を出したんですよ。昭和25年にね、アメリカの防衛ラインはアリューシャン列島から日本列島、フィリピン、台湾、このラインが日本アメリカの防衛ライン、朝鮮半島は入ってませんと、こう金日成に言うたわけですよ。こう言ったんですよ。そしたら、おい、もういいじゃないかとなったわけです。金日成がね、お、じゃあいいかな。で、スターリンと相談して南に侵攻したわけですね。これが朝鮮戦争の始まりでしょ。ということは、アチソンがね、ちょっと やれよと言った意味、言ったことですよ。ということは、いつの時代もどこででも奥の院が戦争を始めるんです。奥の院の元祖アムシェルが言ったでしょ。私はいつでもどこででも戦争を始めることができる。そしてその起きた戦争をいつまで続けるか、どちらを勝たせるか、それも私が決めますと言うてるんですよね。だから朝鮮戦争も彼らが始めたことです。ベトナム戦争も彼らが始めたことです。全て戦後の大東亜戦争後の起きた、戦争は全部彼らがやってることです。やってる当事者はアメリカか中共かソ連か、全部アメリカはもう毎年のようにやってます。ベトナム戦争からね、毎年のようになりました。宗教も毎年のようにもうチベットから始まってね、もう今もやってますね。ウイグルとかやってます。でも今中華人民共和国のやってるそのウイグル問題をいや言って国際社会は文句言ってるけども、まあ、それは文句 言うべきなんですよ。それはだって言わウイグルかわいそうだけども、これまでは全然言わない。なんで今言い出すんだっていうことです。
チベットの時は何も言わなかったじゃないですか。え、なんで今言うんですか。これは彼らの、まあ、都合があるわけですね。その彼らの都合が今彼らが言い出した都合は何なのか、これをやっぱり考えないといけない。そうでないと歴史を勉強していることにはならないですね、ということなんです。まあ、朝鮮戦争はこれを やらせるんですけどね、それは25年なので、さっきここで言ったそのちょっと2年後のラビ会議が、まあ、急がきであって、昭和30年になって、先ほどちょっと申しておりました、原水爆禁止日本協議会というのは結成された。原爆被害に日本があって、そのおよそ、ね、10年後ですよ。10年後にようやくこういうものができて、そしてこれがずっと結成されたはいいけども、どん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 、なんか変な方向に持っていかれて、まあ、奥の院の、まあ、機関になっちゃった。日本のものではなくて、日本の運動ではなくて奥の院の運動になっちゃった。やらせの運動になっちゃった。でちょうどこの頃日本は保守合同って、まあ、今の自民党ができたわけですね。自民党はこの頃できたわけですね。昭和33年にようやく、巣鴨の拘置所が閉鎖になりました。ということはようやくこの時に全ての、日本の、まあ、戦犯に関することが終わったわけですね。その頃はちょうど岸さんの時代で、岸さんのあの大騒動で、あと37年にキューバ危機、キューバ、これで、ね、このにアメリカに有益の日本復興策を模索、日本の復興というのは先ほどちょっと申し上げましたけども、アンダーソン、日本の天皇が預けたお金を使って復興はなされた。次ちょっと、そうですね、この不幸中の幸いだったというのはその通りだと思いますけども、アメリカの占領を望まれたのは昭和天皇です。国際共同統治はやめてくれと、アメリカに占領してくれと、するならですよ、するなら日本、アメリカにしてくれと、それは昭和天皇が選ばれた位置なんですね。そうですね、もう最初は命乞いに来たのかと、まあ、昭和天皇が会見、命乞いに来たかと思った、だけど全然違ったということで、彼の態度が、松川さんの態度が変わったということなんですけども、これはまあ少し事実と違いますね。昭和天皇が会いに行かれたっていうよりも、実際は呼び出された、マッカーサーに呼び出された、それが実態ですね。何のために呼び出したのかというと、 AI エンペラーです。これのためです。で呼び出したところで、まあ、いろんな話が、まあ、もちろん昭和天皇も神様みたいな人ですからね、別に相手に憎まれるようなこともなければ、なんか顔を通すようなところもありません。ひたすら昭和天皇は日本国民のためにどうすることがいいのかってことだけを考えておられる。それ次じゃあ行ってください。あんまり時間がないから、これはさっき、あ、そうですね、はい、じゃあ次に、そうですね、
はい、その次、はい、これがフォード大統領ですね、日本に来日しました。フォード大統領は誰の次でした？で、あの陛下が初訪米されたんですね。初訪米されて、その初訪米された後、日本の、アメリカにいる日本人、在米邦人、これが収容所に入れられましたね。あの大戦勃発と同時に、これをこの時ようやく謝罪しまして、そしてこの時に次の大統領ですかね、その時に、なんぼいくらかの、まあ、賠償金を、見舞い金を支払いました。一人200万だったと思いますけどね、支払いました。それで彼らの、まあ、悪さっていうか、何にも、罪もないアメリカ市民ですよ、日系アメリカ市民を理由もなしに、なんか引っ張って収容所に入れちゃったんですよ。これと比較しなきゃいけないのはドイツのユダヤ人です。ドイツのユダヤ人は、まあブログには書いたことあるんですけども、ドイツのユダヤ人は大戦勃発同時に、ちょっと後ですかね、1ヶ月ぐらい後ですかね、ちょっとほぼ同時にユダヤ人の代表者をドイツ政府に派遣して、正式に私たち同胞は、世界中のユダヤ人同胞はドイツと戦いますという宣戦布告をしたんです。宣戦布告をしたんですよ。だから国じゃないから宣戦布告っていう記録にはなってないけども、あの人たちは一つの国を出しているわけです。いや、コミュニティってね、ユダヤコミュニティとしてドイツとドイツ政府に対して宣戦布告をしたんです。だからあらゆる妨害はしますよって宣言したの。だからドイツ政府としては困ったんです。自分の国の中にですね、敵国人がもうロールおるわけですよ。いや、そいつらが何するか分かんないんですよ。で、現にね、とんでもないことを後日してるんです。後日ね、ドイツを米軍機が爆撃しました。まあだから大戦の始まっただいぶ後ですけどね、まあ昭和18年頃からだと思うんですけどね、米軍が夜間空爆しました。夜間空爆ってことはね、誘導灯の設置をしてた。こっから入ってこう抜けろというふうにね、誘導灯を設置したわけです。これをユダヤ人がやったわけです。ある時現行犯としてそのユダヤ人が逮捕されたわけです。で、誘導灯設置の工事してたわけですから、はあ、それで夜間爆撃が可能だったんだなと分かったわけです。それでドイツ政府としてはユダヤ人全員を収容所に入れたんです。だからユダヤ人を収容所に入れたのは、ヒトラーは入れたのは、戦争が始まってずっと後です。相手は宣戦布告をしてる。で、宣戦布告をした、その宣戦布告に基づいて敵対行為をずっとしてきたんですね。だから収容所に入れた。日系米人は違います。何にも悪いことしてない。宣戦布告なんかしてません。歴史はアメリカ市民として義務を守っている。軍役にも行っているんです。なのに日系人はもう戦争始まると同時に収容されたんですよ。だから全然違いますね、という事情があることで。それなのにユダヤ人をいじめた、
ホロコースト、この話がね、もう花盛り、ホロコーストで、ホロコーストという言葉を吐いて、そしてユダヤ人をいじめたヒトラーは悪い、こう言えばですね、もう褒められるわけですよ。メディアっていうのは全部彼らが支配してるから、メディアには出してもらえる、博士号はくれる、どっかの学校の教授にならしてもらえる、もうあらゆる、まあ、便宜がもらえるわけです。だから全部誰も彼もがヒトラーの悪口を言い、ユダヤ人をかわいそうだと言いとやってる。それが今の世の中で、ドイツ人がなぜそれに黙ってるのかということは不思議でしょうがないんですけどね。そのうち今度の今の奥の院といわゆる米軍との戦争、これを私は名付けて奇妙な戦争とこう言ってるんです。奇妙な戦争の進展具合でこれもひょっとしたら少しずつ変わってくるかもしれませんね。現にイギリス人でホロコーストのことを書いてる人がいます。それは結構事実を書いてるんですね。それはもちろん世に出てません、世に出てませんけれども、それを翻訳、フランス語に翻訳した人は殺されてるんです。だから彼らもね、自分たちに都合が悪いことすぐ殺します。もうね、北朝鮮の坊やと一緒ですよ。何も変わりません。奥の院っていうのは北朝鮮の体制と同じですというふうに思ったら真実に近いです。怖いですよ。もう片っ端から都合悪いこと殺しますからね。ザッカーバーグが、ね、フェイスブック、トランプのツイッターを、そのアカウントを閉鎖してるでしょ。もうあんなことね、平気なんですわ。いうことは、これが次をじゃあ。そうですね、オランダに、強行された。どこの国も一応日本の天皇ですからね、歓迎されたんです。たった一つオランダっていう国はね、歓迎しなかった。卵をぶつけたんですよ。オランダという国はね、特殊な国ですよ。ヨーロッパ中の国が全てユダヤ人を追放してた中世、その時にオランダだけはユダヤ人を、追放しなかったんです。でなぜ天皇に卵をぶつけたか、品性がないんですね品性がないんですけども、直接の原因としてはインドネシアの独立を日本兵が手伝ったからです。オランダが、日本とオランダを追い出して、日本軍はオランダ兵を追い出して、でオランダ、インドネシアからオランダ人を追い出してインドネシアを独立に導いた。ただ単にオランダ兵を追い出しただけではなくて、すぐに、インドネシアの青年を中心に、独立軍を編成するための準備を始めたんですね。で軍事教育を始めたんです。それが後の独立軍の基礎になったんですけどね。で日本軍が8月に降伏して、日本軍は日本へ帰ることになりました。逆に日本軍は全部捕虜収容所に入れられました。だからインドネシアではその終戦と同時に日本軍は収容所に入れられた。で日本軍の持っていた武器、これは使えない、それを没収されますから、没収される前に日本兵は
オランダの、軍、その時はもう独立軍ができてたんでしょうかね、それに武器を渡した。だからオランダの、インドネシア独立戦争にオランダは負けたんです。日本兵は随分手伝いました。2000人ぐらいの日本陸軍がインドネシア軍に加わって一緒に戦ったんですね。たまたま、私の非常に可愛がってくれたある おじさんが中野学校出身のね、ある人が無事日本に帰ってきたんです。終わって、全部終わってですよ、無事帰ってきた。その人から話を聞きました。壮絶なもんです。半分死んだんです、日本兵はね。2000人残って1000人死んだそうです。でその人はたまたま運よく帰ってきたんですけどね。ということがあって、日本っていうのを非常にオランダは憎んでるんですね。オランダはインドネシアを統治、400年統治しました。400年統治して学校をね、3つか4つ作っただけです。小学校ですよ。日本は朝鮮を35年ぐらい統治しましたけども、朝鮮に日本は小学校4000作りました。日本が行った時は4つか5つしかなかったんです、学校って。全部文盲ですよ。で日本が引き上げて、昭和20年に引き上げる時は小学校が4000あった。で私の知り合いで朝鮮で学校の先生してた人っていっぱいいます。それぐらいにオランダと日本っていうのは非常にいびつな関係で、オランダという国は奥の院の親衛隊です。奥の院の親衛隊と思って思うと、オランダという国の体質がよくわかるというふうに思います。ろくでもないって言うんですよ。本当にね、飾り技じゃないけどね。日本の、戦国武将がね、傭兵を子供を売ったんですよ。ご存知でしょうけども、戦国時代日本の史上をね、戦国武将高山右近とかね、あんな連中みんなね、日本の史上をね売ったんですよ。売ってね、男はね兵隊にして、女はね娼婦にしたわけですよ。飾り窓に飾らしたんですよ。そういう歴史がある。それを日本の子供、男の子はゴアに連れて行ったんです。オランダが統治してたポルトガル、ポルトガルが、それでその後オランダが引き継いだ。あの地域の防衛は日本の少年が担ってたんです。彼らは鉄砲を持って兵隊となって戦争しませんからね。逃げ回って人にさせる。イギリスはグルカ兵、インド人を兵隊にして、それに戦う。でそれが敗れたらすぐ降伏するんです。日本はね、最後まで将校が戦う。彼らは戦いません。逃げるだけです。で 前衛、つまりイギリスだったらインド兵、オランダだったらシナ兵、連中が負けて前線が敗れたらすぐ降伏です。だから日本は欧米の捕虜をいっぱい抱えたんです。彼らは捕虜を抱えません。皆殺します。アメリカは南洋の島々で取ると必ず日本兵を飛行場に並べて全部銃殺ですよ。その前にね、英語のできるといるかと、英語のできるだけね殺さないでね、日本の諜報活動のために使うんで、通訳のために使う。あとは皆殺しですよ。だから捕虜は取らない。リンドバーグという人がいるんですけどね、昔のあれがたっぱりの日だっていうね言葉を残して全米の英雄になった人です。
20歳そこそこで大西洋単独横断飛行をしましてね、これが英雄になったリンドバーグ。このリンドバーグはお父さんは海軍議員でね、本人は陸軍、空軍、彼が、後に太平洋戦線に来たんです。太平洋戦線に来て各島をずっと、まあ、勤務して軍としてね、勤務して、もちろん空軍ですよ、勤務して、でその時に太平洋における日本兵の扱いに彼は怒ったんです。でそれを彼は、なんとかのわしの翼、本を書いてるんです。上下2巻、これを読むとつぶさに分かります。なんでアメリカ、日本の捕虜はいないのかって言ったらね、アメリカの兵が、いや、めんどくさい、みんな殺す、もしも捕虜が必要なんだったら休暇を1週間くれたら、何もでも休暇を1週間やると約束してくれたら捕虜を連れてくるよって。あと皆殺しなんです。だから彼らも捕虜しなかったんです。だから戦犯問題にもクソもないんです。そもそも前に殺してる人がいないからというようなね、ことで奥の院の日本兵に対する戦争は、だからアメリカ人に責任はないんですよ。全部支配者は奥の院ですから。戦争を遂行して具体的な、計画をし、戦争を実施したのは彼らですから。アメリカは、軍はそのまんまそれに従ってただけですから、日本人としてはアメリカ人を憎んじゃいけない、本当に戦争したのは誰なんだということを常に考えておかなきゃいけないと思います。まあちょっと半過ぎましたけども、もっともっとたくさんお話ししなきゃいけないんですけど、もうまあいい、これください。それからちょっと言い忘れましたけども、最後ちょっとよく言われて、昭和天皇の大喪の礼には165カ国の代表が出席された、6000人ぐらいされたんですね。それは昭和天皇の偉大さがそれだけでも分かりますよね。奥の院と死闘、壮絶な死闘を繰り返した日本の天皇、その時の天皇ですよ。その大喪の礼にね、そんなに多くの人方々が世界から出席されたってことはね、まあ大した天皇ですね。まあ天皇で、ね、いい悪い、いい天皇悪いっていうのがあるわけじゃないですけども、これはもう大変なあれだとしみじみ思いますね。いや、すいません、ちょっと言い残しちゃったものですから。それでは、これをもちまして、本日の第7回、吉重武雄奥の院歴史講座をおしまいにさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。次回の予定なんですが、8月の7日、これ第2土曜日になりますかね、午後1時半、本日と同じでございます。全く会場も同じです。こちらで、8月の7日7日、午後1時半から、次回の講義を、講座を予定しております。よろしければスケッチをお書き留めの上、またこちらからのご案内をいたしますので、ご返信のこともよろしくお願いいたします。